リボンモデルアデノシンデアミナーゼは細胞内で核酸の代謝に関わる酵素である。これが先天的に欠損していると重篤な免疫不全の原因になる。また、結核の診断において、胸水、髄液中 ADA 活性の上昇が特徴的として知られており、臨床的に利用されている。働きは核酸塩基の一種アデノシンを分解し、 イノシンとアンモニアを生成することである。同様にアデノシンを代謝するものとして、アデノシンキナーゼが存在するが、ADA は、アデノシン濃度が高い時に特に働いている。血液腫瘍、肝炎などで高値を示すほか、強水が結核性の場合は、細菌性、心原性の時に比べて、強水中 ADA 濃度が上昇する。髄膜炎でも同じく、 結核性髄膜炎では、髄液中、ADA 濃度が高値を示す。ADA は、リンパ球増殖の際に特に需要が高く活性が上がるが、生まれつき ADA を合成できない場合は、リンパ球が減少するなどして、免疫不全をきたす。無治療の場合は、多くが乳児期に死亡するという重篤な疾患である。治療としては、ADA 酵素を外部から補充する治療が、 一般的である。しかしこれは ADA を合成する遺伝子の欠損であるため究極的な治療法は遺伝子治療であり、最も早くから遺伝子治療の研究対象となってきた。手法としてはウイルスをベクターとして患者のリンパ球に ADA 合成遺伝子を組み込み、体内に戻すというものである。ありがとうございます。